はい、こんにちは。今日はですね、キャノンの EOS R で、撮影を楽しむ方法ということで説明したいと思います。このミラーレス時にはこのプログラムモードっていうのがありまして、プログラムモードっていうのは何かというと、そのシチュエーションに合わせて、適した設定で撮影をしてくれるっていう便利な機能です。ですが、このミラーレスは自分が思ってるように撮れるっていうのがすごくメリットなので、オリジナルを出せるのがプログラムモード以外のモードなので、徐々にね慣れてきたらそのモードも使っていただければなっていうふうに思います。で、前回は、背景をうまくぼかす方法っていうことで、このプログラムモードではなくて AV モードで、絞り優先 AE で設定して背景をぼかしたりだとか、またはっきり映したりだとかする設定の方法を説明させていただきました。で、今回は、このTV モード、シャッター優先 AE ですね。このモードを説明したいと思います。このモードは何かと言いますと、シャッタースピードを設定することができます。ここのモードを押して、この TV を選択しました。ここの右の人差し指のダイヤルを回すと、ここの数値が変更されます。で、ここの数値を変更することによって、シャッタースピードを変更することができます。で、左に回せばシャッタースピードが遅くなっていきます。右に移動すれば、で、シャッタースピードが速くなります。これはどういうことかで言いますと、左に回せば回すほど数字が低くなるっていうことは、例えば滝の幻想的な撮影とかをすることができます。また夜の撮影で車のテールランプが伸びてるような写真とかを見たことあると思うんですけども、それもこのシャッタースピードを遅くして撮影をしています。逆に右に回すとだんだん数字が高くなっていって、動いているものをよりはっきり捉えることができます。例えば運動会とか車のね走ってるところの撮影とか電車の撮影とかしっかり撮りたい場合は、数字を大きくすればしっかりと捉えることができます。ただ、右に回すと画像自体が暗くなります。反対側にすると逆画像自体が明るくなります。この、シャッタースピードを、選択することによって、他のね設定は適した明るさにこの機能はカメラ自体が設定してくれるという便利な機能なので、まだマニュアルだとね全部全てをしないといけないんですけども、この TV モードはそのシャッタースピードの選択だけは、撮影者がして、その他の設定は適した明るさに調節してくれるっていうのがこの TV モードの機能なので、まずはこれを慣れていただければなっていうふうに思います。最後に設定方法を説明しておきますと、ここの上のモードを押してください。そうするとこういう画面が出てきますので、右の親指のダイヤルを回して TV モードに選択してください。ここの人差し指の右のダイヤルを回すと、このようにシャッタースピードを遅くすることができます。で、まあ例えば、滝の幻想的な撮影だと、まあだいたいそうですね、10秒ぐらいで1回撮影してみて、もっと滝を伸ばしたいと思うならもっと低く、はい、もうちょっとね、しっかり撮りたいと思ったら数値を高くするっていう設定になります。で、また、運動会の撮影とかだと、だいたいこの125とかね、一回テスト撮影をしてみて、で、もっとしっかり映したいという場合は、もっと160とかね。まあ、このようにして、シャッタースピードを調節することによって、ブレを抑えたりだとか、また幻想的な撮影をしたりだとか、することができますので、ぜひ、このシャッタースピードで撮影を楽しんでいただければな、というふうに思います。今日の説明は以上です。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。